三宅正樹は、日本の薬学者、生物学者、生理学者、学位は博士、静岡県立大学薬学部講師、大学院薬学研究院講師、静岡県立大学薬学部助手、コロンビア大学博士研究員などを歴任した、細菌学、微生物学、感染症学などを専攻する薬学者、生物学者、生理学者である。 分子細胞生物学の検知からのレジオネラ属の細胞内規制や増殖性に関する研究が知られている。静岡県立大学、コロンビア大学といった教育、研究機関で勤務した。同盟の学校法人により設置、運営される東京薬科大学に進学し、薬学部の衛生薬学科にて学んだ。1990年3月、 東京薬科大学を卒業した。それに伴い、薬学士の称号を取得した。さらに、東京薬科大学の薬学部にて専攻生となり、1991年3月に修了した。その後、東京薬科大学の大学院に進学し、薬学研究科にて学んだ。1993年3月、東京薬科大学の大学院における修士課程を修了した。 それに伴い、修士の学位を取得した。さらに、国が設置、運営する岐阜大学の大学院に進学し、医学研究科の形態系専攻にて学んだ。大学院生として在学中に、シックス、リフィシェントノンフィンブリオドミュータンツ・オブサルモネラ、タイフィ・アグルタネート、ヒューマン・ブラッドタイプ・アンチ・ジョーンズアレ、ハイパー・インバシブと題した、博士論文を執筆した。 1997年3月、岐阜大学の大学院における博士課程を修了した。それに伴い、1998年3月25日付で博士の学位を取得した。同年4月からは、岐阜大学の医学部にて研究生となり、微生物学講座に在籍した。1997年、厚生省の施設等機関である、国立予防衛生研究所にて、 最近部の協力研究員となった。同年5月、静岡県により設置、運営される静岡県立大学に採用され、薬学部の助手として着任した。その傍ら、他の教育、研究機関にて役職を兼任していた。1999年6月から同年8月にかけてアメリカ合衆国にて、ケンタッキー大学の客員研究員を兼任していた。 ケンタッキー大学ではユセフ・アブ・クエイクの君等を受けた。2000年5月に静岡県立大学にて薬学部の講師に承認したがアメリカ合衆国に渡り同年8月よりコロンビア大学の博士研究員に転じた。コロンビア大学ではハワード・エイ・シューマンの君等を受けた。その後日本に帰国し2001年8月に静岡県立大学の薬学部にて 講師に復職した。薬学部においては、主として薬科学科の講義を担当し、免疫微生物学分野を受け持った。なお、静岡県立大学の大学院においては、薬学研究科の講師も兼務していた。その後、静岡県立大学の大学院に研究員学部制が導入されることになり、薬学研究科は、生活健康科学研究科と統合され、 2研究員一学府に再編された。それに伴い、新設された薬学研究院の講師を兼務することになった。大学院においては、主として薬食生命科学総合学府の講義を担当し、免疫微生物学教室を受け持った。その傍ら、他の教育、研究機関にて薬食を兼任していた。独立行政法人である科学技術振興機構においては、 2013年から2017年まで研究成果最適展開支援プログラム専門委員を兼任した。科学技術振興機構は2015年に国立研究開発法人化されたが、同年から2017年までマッチングプランナープログラム専門委員を兼任し、2017年から2019年まで地域産学バリュープログラム専門委員を兼任した。 2019年からは、研究成果最適展開支援プログラム機能、検証フェーズ専門委員を兼任するとともに、同年より、研究成果展開事業大学発新産業、創出プログラム外部専門委員を兼任した。専門は薬学であり、特に細菌学、微生物学、感染症学、といった、生物学、生理学にも関連する分野の研究に従事した。 具体的には、分子細胞生物学の視点から、細胞内でのレジオネラ属の規制と増殖についての研究に取り組んだ。また、ヘリコバクターシネリについて、その病原のメカニズムについての研究に取り組んだ。さらに、結核の治療を目指して、軽配当予製剤の開発に取り組んだ。加えて、腸管上皮細胞に対するサルモネラ属の付着。 侵入のメカニズムについての研究に取り組んだ。レジオネラの宿主細胞内増殖機構に関する研究が評価され、2007年7月7日に日本薬学会の東海支部から学術奨励賞が授与された。また、微生物シンポジウムにおいては2016年にベストアブストラクト賞を授与された。学術団体としては日本薬学会、日本細菌学会、 アメリカ微生物学会、日本感染症学会、マクルファー自分子細胞生物学会などに所属した。私たちは数知れない様々な微生物に暴露された状態で日常、生活を営み、互いに平行関係を保ちながら共存していますと述べた上で、その中のほんの一部の病原細菌と呼ばれる一群は人体へ侵入し増殖し、時には生命を脅かす。 感染症を引き起こしますと指摘し、自身の研究の意義について、世界的脅威となっている進行、最高感染症の制圧は、早急に行わなければならない人類の使命と述べている。ありがとうございます。